新大田町駅は神奈川県横浜市神奈川区にかつて存在した東京急行電鉄東横線の駅である。1946年に廃止された。現在の東白楽駅と反町駅の間に存在した。1926年路線の開業と同時に開設される。1945年5月29日の 横浜大空襲で被災したため6月1日より休止とされ、翌年5月31日に廃止された。1949年には付近で日本貿易博覧会が開催されたため、臨時駅である博覧会場前駅として一時復活した。廃止後も長く高架橋に移行が残っていたが、2004年に東横線の地下化工事が行われた際、高架橋が撤去され、 消滅した。現在、付近は、東横フラワー緑道の一部となっており、かつて高架下に残っていた乗り場案内表示を模した、記念碑が建てられ、駅があったことを示している。相対式ホーム2面2線の高架駅で、駅舎は、上り線側に存在した。ABCDEFGHIJKLMN、大東急の駅、P67。東京急行電鉄50年市。 東京急行電鉄株式会社1972年1203ページ博覧会場前駅に関するカテゴリーありがとうございます。